こんにちは、うつメンタルコーチのシモンです。あなたはいつまでその習慣を続けますか？メンタルを崩す習慣をやめない限り、うつ病を治す難しさはアップしてしまいます。今回は僕がうつを治すためにやめたこと10のことをお話ししますね。多くの人はうつ病を治そうとしてウォーキングを始めよう、読書を始めよう、瞑想を始めよう、自信をつけるために資格の勉強をしよう、いろいろやることを考えてしまいがちです。でもこれが間違いなんです。何か問題を解決するときには何かやらねばと考えてしまいがちですよね。自分の人生を変えるためにはプラスを積み上げていかなくちゃいけないっていう先入観があるからですね。だけど僕たちがまずしなければいけないことはプラスを積み上げることではなくてマイナスを平らにすることなんです。だからまずやめることを考えた方がいいんですね。そうすれば時間も生まれるしプラスも安定して積み上げることができるようになります。でも気持ちはわかります。僕も以前はプラスにばかり目がいっていたんです。マイナスを平らにするという考え方がなかったんですね。今回の動画を見れば僕がうつを治すために何をやめたかというのが分かるになります。5年以上重いうつ病で悩んだ僕がうつ病を治すためにやめたことです。もちろん人によってマイナスというのは変わってきますが、あなたにとって何かのヒントになれば幸いです。10位、ポジティブ思考をやめる。ポジティブ思考をやめると言われてあなたも意外だなと感じませんでしたか？もちろんポジティブ思考は心からそのポジティブ思考ができるのであれば素晴らしいことです。だけどネガティブな人がポジティブ思考になりすぎてしまうことは危険性をはらみます。うつ病の人の多くは自分を否定したりだとか自分を抑えて生きている人が多いんです。自分がポジティブでもないのにポジティブ思考で生きることは今の自分を否定して今の自分を抑える生き方になってしまいます。もしもポジティブ思考で今までの人生が変わらなかったのならポジティブ思考を捨て去る勇気も必要だと思います。9位、人生を諦めることをやめる。うつ病がひどい時って人生を諦めてしまうと考えてしまうことって多くないですか？実際僕自身もそうだったのでその気持ちがすごいわかるんですよね。ただ人生を諦めて投げやりになってしまってはうつ病を治すっていうのはなかなか難しくなってきます。僕が5年以上うつ病が治らなかったのは諦めというのが自分の中で大きかったからっていうのもあります。8位、我慢をやめる。我慢は時としては美徳ではありますがあなた自身を苦しめるものでもあります。確かに時には耐えることも必要だと思いますが今は心を守る時です。心が満たされていないにもかかわらず我慢してしまうのは何も食べずに苦しいダイエットをしていることに似ています。我慢ばかりしていては心が痩せて枯れてしまいます。特にうつ病が重い方は我慢をすることをやめてもっと楽に生きてみませんか？テレビを見るのをやめる。うつの症状が軽くなってくると便利なものではあります。なぜならテレビをつけているだけで情報がやってくるので簡単に暇が潰せますよね。だけど残念ながらテレビのニュースってネガティブなものが多いんですよね。ネガティブニュースだけではなくテレビの幸せな世界を見てしまい自分と比べて自分を苦しめてしまうことも多いと思います。特に自分と人を比較する癖がある人はこういった傾向が強いかもしれないですね。もしもテレビを見たいのなら番組を録画して好きな番組だけを見るようにした方がおすすめです。自分のメンタルを崩すものだけは見るのをやめましょう。6位、自分を責めるのをやめる。自分に厳しく人に優しくというのは確かに立派なことかもしれません。でも自分に厳しいというだけではなくて自分を責めてしまう、苦しめてしまうとなってしまうと全くメリットがなくなってしまいます。自分を責めてしまう、自分を厳しくしてしまう習慣はやめた方がいいです。あなたが大切な人だと思う人と同じようにあなた自身とコミュニケーションを取ることが大切です。5位、背伸び目標をやめる。目標にはいくつか立て方があります。現在一般的に良しとされているのが背伸び目標でしょうか？背伸び目標とは今の自分が頑張れば達成できる目標のことです。少し背伸びした目標を立てることによって自分の成長を促すという考え方ですね。だけどうつ病の人って頑張るっていうのがそもそもハードルが高いんですよね。
だからせっかく背伸び目標を設定したとしても失敗するケースが多いです。そして目標達成を失敗してしまうと自分を責めたりだとかして自己否定感が高くなってしまいます。おすすめなのは確実に達成できる目標にして自分の自己肯定感を高めていくことです。4位、病院を信じることをやめる。病院を信じることをやめるがランクインしているのは意外ですか？もちろん素晴らしい先生、素晴らしいカウンセラーがいれば病院を信じることはあなたにとってプラスになります。ただ現実を見てみると形式だけの先生、理解をしてくれないカウンセラーというのがいるのも事実です。その時に病院を信じるがあまり先生やカウンセラーに原因があるにもかかわらず自分のせいだと自分を責めてしまうっていうのは苦しいことですよね。うつ病で苦しんでいた時の僕は病院を信じるがあまりにきちんとできないのは自分のせいだと思ってしまい自分をとても責めていました。ではベスト3に入る前に少しお時間よろしいですか？うつ病を回復する情報やメンタルを柔らかくする情報を無料で簡単に受け取れる公式 LINE でお伝えしています。僕がうつ病で5年以上苦しみ超ネガティブで心を30年以上苦しめてきた、そんな僕の心を解放した情報です。そこから価値観、得意、好きを見つけて今では自由なフリーランスとして生きています。あなたがうつ病から回復し好きと自由を手に入れるための公式 LINE です。自分で何とかしなくちゃと思い続けた人、そういった人に頼ってほしい LINE です。公式 LINE の友達登録はYouTube の説明欄から簡単にできます。気軽にポチッと押してみてくださいね。このチャンネルでは今後もうつ病などのメンタルに役立つ情報やそこから自分を生かした生活をするための情報を発信しています。チャンネル登録をして僕と一緒に歩いていきませんか？それでは僕がうつを治すためにやめた10のことベスト3を発表しますね。3位、まともになりたいという気持ちをやめる。あなたにはまともになりたいっていう気持ちがありませんか？以前の僕はすっごいまともに生きたい、まともになりたいなっていう思いがあったんですよね。だけどこのまともという考え方があなたの心を苦しめます。まともだったり常識だったり平均だったり、これらの考え方はあなた自身を縛る考え方です。あなたにはあなただけの価値観があり、あなただけの気持ちがあります。自分自身の人生を歩むためにまともになりたいという気持ちを捨てて自分だけの自分の満足のいく人生を歩んでみませんか？2位、自分だけで何とかするをやめる。自立というのは素晴らしいことです。だけど何でも自分でするというのはなかなか大変ですよね。だから人や物に任せられるものは任せてみませんか？それは決して自分に甘いということではありません。実際にあなた自身あるいは周りの人も何かに頼って生きているんです。例えば洗濯であれば洗濯機を使いますよね。今更洗濯板を使う人ってなかなかいないですよね。ご飯を炊く時も土鍋で炊くっていうよりも炊飯器で炊くことが多いですよね。自給自足をしている人もほぼいません。スーパーだったりコンビニだったり農家の人、いろんな人の力に頼って僕たちは生きています。その頼る範囲を広げて人や物に頼りながら生きていくというのも大切なことです。1位、節約しすぎることをやめる。節約しすぎることをやめることは大切なことです。もちろん未来のために貯金をするっていうのは立派な考え方です。だけどお金はあなたの人生を良くするために存在するものです。貯めることも大事ですが、それ以上に使い方っていうのも大事なんですね。2位の自分だけで何とかするをやめるにも通ずるものがありますが、お金を使うことで何かに頼るということもできます。メンタルを整えるためにカウンセラーに相談する、ステッパーを購入する、掃除の時間を減らすために掃除ロボットを買う、たまには外食で美味しいものを食べて自分の満足度と自分の時間を高める。お金を使いすぎるというのも問題ですが、節約しすぎるっていうのも問題なんですね。まずは自分を楽にするために何かお金を使ってみるのもいいかもしれませんね。以上が僕がうつを治すためにやめた10のことでした。おさらいをすると、10位、ポジティブ思考をやめる。9位、人生を諦めることをやめる。8位、我慢をやめる。7位、テレビを見るのをやめる。6位、
自分を責めるのをやめる。5位、背伸び目標をやめる。4位、病院を信じることをやめる。3位、まともになりたい気持ちをやめる。2位、自分だけで何とかするをやめる。1位、節約しすぎることをやめる。あなたも自分を苦しめるのをやめて、心を楽にしませんか？